血液型 B 型です。今回高村智也高山は9つの主張を掲げてこの1週間を戦ってまいります。大変ありがとうございます。私の言いたいことは、高谷の応援団というホームページを見ていただけると、危ないよ、分かると思いますので、ぜひ高谷の応援団というホームページチェックしてください。16年間、毎日更新をしてまいりました。ぜひご覧になってください。私が自慢できることはあまりありませんけども、16年間で議会報告、185段書きました。間違いなく、発行部数が第1位だと思います。それからもう一つ、私が自慢できることは、駅に立ってきたということです。早い時は4時50分から4時45分、4時50分から9時過ぎまで、立ってまいりました。駅に立っているといろんな人と会うわけですけれども、駅立ちを始めて14年になります。多くの方が私の議会報告をお読みになって、そして、いろんな意見を頂戴しています。今回ですね、私いろんな人のやはり特に学校PTA、町内会、そういった団体で悩む方の力になりたいと取れてるのかどうか全然わからない。学校はもちろんなんですけれども、今 PTA で悩むお母さんたちたくさんいらっしゃいます。仕事は忙しい、バイトが忙しい、子育てが忙しい、介護は大変だっていう中で、PTA の役員を引き受けざるを得ない、そういう中で大変苦労されている方がいます。 PTA は任意団体ですので、入らなくても構いません。私は小学校では PTA の会長もやりましたし、本部役員を4年間ほどやりましたけれども、やはり今の PTA はですね、本来の PTA の目的を失っています。子どもたちのための PTA ではなくて、学校のための PTA になってしまっています。PTA 会費を払うだけでも、十分な参加になりますので、PTA の役員をやらなくてはいけないという悩みからですね、そう考えることで解放されます。町内会も一緒です。町内会に入らなくてはいけないということはありません。私は町内会に入っておりません。多分町内会に入っていない唯一の議員ではないかなというふうに思います。町内会の任意団体ですので入る必要はありません。地域で活動することは大事ですけれども、別の活動の仕方があると思いますし、今の厳しい、生活の中で自分たちができることをしていけばいいというふうに思っています。今回この演説で10回目になりますが、私がどうしても言いたいことは、とにかく選挙を棄権してほしくないということです。今回の、選挙、リーダーの市議会議員選挙ですけど、大体投票率 40% です。60% の方が大体棄権している。で、棄権しているということは、今の政治にノーと言っているのではなくて、今の政治で OK だというサポーターになっているのと同じなんですね。選挙なんか行ってられるか、こんな政治ね、やってられるかということで行かない方もいらっしゃると思うんですけども、それは今の安倍政権の思うツボなんですよ。選挙に行かない方が多いから、今みたいな嘘800を並べても大丈夫だし、好き勝手な言葉はやれるわけです。消費税もついに 10% 上げてしまいました。社会保障のためでも何でもありません。子どもたちのためでもありません。消費税 10% 上げたのは法人税を減税するためです。国の借金が1000兆を超えるというのも嘘です。財政破綻もありません。
子どもたちの将来を考えるならば、消費税は 0% に戻して、そして、景気を回復させて、今のデフレから出しなくてはいけない。山本太郎はそういうふうに、ずっと訴えています。ですから私はですね、本当の無所属なんですけれども、山本太郎を応援しています。山本太郎の経済政策は正しいです。言ってること間違ってません。ですからですね、駅でも最近山本太郎と一緒に私は駅に立っております。山本太郎のポスターと一緒に立っています。全く顔見知りでも何でもありませんが、勝手に、太郎さんを応援している高村智也高谷です。詳しい内容は高谷の応援団というホームページに、載っておりますので、ぜひご覧になってください。長々とお話しいたしました。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。